そして9番、竹村悠介の存在もレースに一つ波乱を起こすのか、かく乱ということになるんでしょうか。前々攻めていきますか。9番の竹村が行動を開始しまして、競争はいよいよ勝負どころの赤間周回に入りました。さあ、東日本トリオが上がっていく。5番のドミトリエフの前を切っていきますか。さあ、ドミトリエフがどうするか。さとは引かない、抑えられた状態が続いていく。さあ、ここを7番の中井大輔が後方から上がっていきまして、先手を取りに行きました。さあ、9番の竹村は後位飛びついた。1番の柴野の位置を狙っていきました。5番のドミトリエフは前から数えて、これで5番手ということになります。さあ、下げた状態のドミトリエフ、どっしりと前を見ていますが、さあどうか。番手の攻防は続いていく。7番の中井の後ろですが、1番の島野がしのぎきるか。9番の竹村は執拗に、ここは番手戦。さあ、4番の吉田は交代していった。さあ、7番の中井大輔が2位定期車間を詰めて、1番の島野、ここが連携を戻していくところ、5番のデニス・ドミトリエフのまくり、ハイスピード2センターから4コーナー、もうチャージで前を捉えました。5番のドミトリエフぴったり追走は3番の上野慎吾のみとなりましたが、5番3番番の森田浩二。さあ、任されたからには前回りの競争、本分のまくりで見せ場以上のものを作りたいところ。3番の金子哲弘は逃げ切って初日直線を制しております。2センターから4コーナーカーブへ向かっていってます。さあ、後ろから動きを見せたは関東ライン、7番以降より3車上がりを見せます。勝負どころは赤間周回入って1コーナー回っていく。さあ、9番の久米をまずは抑えます。3番金子、定石通り同型を抑えました。関東トリオの後ろには北海道コンビが追っています。2番のドミトリエフは車を引いていきます。さあ、ドミトリエフどうやら引いて引き切るか。9番の久米航平が6番手と代わって、2番のドミトリエフはホーム8番手です。さあ、先手を打ったのは3番の金子哲弘、後ろは2人かけていく。1コーナーから2コーナー向かっていきます。最終周回です。5番の森田は中段4番手、そして6番手より9番の久米航平、2角先まくり放つんですが、1番の荒沢の牽制あった、1切れるか。5番の森田が4番手より打って出ます。ドミトリエフどうか。3コーナーからセンターまくり追い込み。さあ、5番の森田のまくりが3番の金子を捉えた。ドミトリエフ絶対ですね。5番の森田浩二、9番の久米航平がどうでしょうか。1着争い迫っての両者。コンビです。そして5番の長島大輔も忘れてはならない存在。厚みは関東ラインにあります。外へ追い上げられてきたことで展開イメージ狂ったか、準決勝戦でありましたが、5番の長島、最終日の競争をどう組み立ててくるか。まずは後ろ攻めであります。さあ、4コーナーからホームへ帰ってくるところ、勝負どころ突入目の前にしまして、7番手より関東ライン3車上がってきました。3番手より7番のドミトリエフが車を進めていきます。さあ、8番の谷田はどうするか。
谷田がどうでしょうか、うちを救っていきました。ドミトリエフはここは下がらざるを得ない。ここを2番の山田が叩いていった。さあ先頭5番の長島を2番の山田が叩いていって打賞の3コーナーです。さあ関東ラインは現在 3,4,5 番手、そして岐阜両者が6,7番手、7番のドミトリエフ8番手、マーク1番松本は最後尾。さあ競争最終周回縦1本、2番の山田が2車でもかける。初日特選組意地を見せるか。2コーナーからバックストレッチ。さあ追走は9番の西岡がぴったり、そして5番の長島3番手、後方からは7番のドミトリエフのまくり、1番の松本口が開いた。3コーナーからにセンター、合わせて5番の長島3番手から出る。9番の西岡が長島牽制、7番のドミトリエフが煽り送った直線コース、9番の西岡伸ばしてくる。9番の西岡、9番の西岡翔一だ。2着7番ドミトリエフ、3着どうか。2番の山田、5番長島あたりの争いか。